こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。世界で原子力空母といえば、米国と考えるだろう。だが仏にも原子力空母は、任務についている。仏は、原子力を推進する国の一つ。次世代。原子力空母として建造されたジェラルド・R・フォードは現在いくつかの問題で納入が遅れている。いくつか問題があるのだが、電磁式カタパルトの問題はなかなか解決していない。だが、ようやく目処が立ってきたのは事実。しかしこの面倒な電磁式カタパルトを仏が次期空母で採用する話だったが、では今回仏が電磁式カタパルトをどう検討しているか話していこう。2020年4月、アメリカの大型原子力航空母艦、セオドア・ルーズベルトと同様に、フランス唯一の航空母艦、シャルル・ド・ゴールの乗組員にも、新型コロナウイルスが蔓延していると報じられた。シャルル・ド・ゴールは、アメリカ以外の国が持つ唯一の原子力航空母艦であり、2001年に就役したが、イギリスがクイーン・エリザベスを2017年に就役させるまではヨーロッパ唯一の航空母艦でもあった。シャルル・ド・ゴールは基準排水量 37,680 トン、満載排水量 43,182 トン、全長 261.5 メートル、全幅 64.4 メートルの艦容を誇り、艦載機は脱走者のラファール M を最大で20数機搭載可能だ。しかし来年2021年には就役から20年を迎え、2040年での退役が予定される。シャルル・ド・ゴールには後継艦となる航空母艦の建造計画が予算の関係で浮上しては凍結という確定しない状況が続いている。そうした中、2020年5月にフランスの国防大臣が2038年にはシャルル・ド・ゴールの後継艦となる航空母艦を2038年に就役させる予定だと明言するも、こちらも新型コロナウイルスの影響での遅延が予期されている。もともとは2020年7月14日のフランス革命記念日にこの後継航空母艦の正式な建造計画が打ち出されるものとみられていたが、やはりこれも新型コロナウイルスの蔓延による経済的な影響下で行われないままだった。興味深いのは、先の2020年5月にフランスの国防大臣が発言した内容において、後継の航空母艦の動力は原子力推進とは確定していないとされた点で、ここにも建造・維持コストの削減が意識されているのかもしれない。加えて、後継の航空母艦の艦載機には、ドイツとフランスが共同開発を表明している第6世代戦闘機 FCAS 計画の航空母艦機使用が当てられるとされており、今のところ、艦艇も航空機も机上の計画だ。そもそも、第6世代戦闘機FCAS の実用化は2040年頃と伝えられてきたので、個人的には、
同期の航空母艦仕様が後継の航空母艦の収益後にしか実用化されないのは運用上からは余裕がなさすぎるようにも思える。後継の航空母艦を2038年に収益させる計画を逆算するとおそらく2030年前後には建造に入る必要があり、そのために残された今年から約10年の間で航空母艦の具体的な使用を確定することが必要となるだろう。こうした具体的な建造にあたっての後継航空母艦のスケジュール的な厳しさも予期される中で、航空母艦という兵器の持つ有用性、費用対効果がこれまでと大きく変化していく可能性も指摘されている。これは現在は無竜に近い破壊力を誇るアメリカの空母打撃群ですら、今後ロシアや中国が飛躍的に長射程な対艦ミサイルを配備してくることに対し、その優位性の消失が進むとの意見もあるからだ。翻って現行のシャルル・ド・ゴールのこれまでの戦歴を見てみると、2001年のアフガニスタン紛争、2011年のアラブの春でのリビア、2015年のイスラム国に向けたペルシャ湾への派遣がある。実戦への参加という意味では、シャルル・ド・ゴールは収益から20年で、これらの大きく3つの紛争への派遣が実施されたが、いずれもフランス独自の行動ではなく、基本的にはアメリカとの協調にも見える。ただ、2003年のイラク戦争においては、フランスは西側諸国の中では、ドイツなどと共にこれに反対する立場を明確に表明していたため、シャルル・ド・ゴールは出撃準備のみで結局派遣されずに終わった。こうした動きは、フランスの対外政策がアメリカ一辺倒ではないことを物語るものとも言えるが、反面、イラクに大量の兵器輸出を行っていた。フランスとしては、当然の反応とも言え、単なる平和志向とは異なるだろう。政治的な主義主張や思惑はあるにせよ、兵器としての航空母艦シャルル・ド・ゴールの先の3つの紛争への派遣は、フランスとしては費用対効果に見合うと判断し、今後の後継艦の建造を期としているように見える。シャルル・ド・ゴールがもう一つ、フランスにとって特別な戦略を帯びているように思えるのは、戦略型原子力潜水艦と同じく核兵器を航空機の兵装として運用する能力を継続させている点だろう。これはアメリカ海軍ですら実施していない運用で、現在の世界ではフランスのみが継続している方針であり、今後の後継艦の艦載機となる FCAS 計画でもどう戦略を維持するのか否かに注目が集まりそうだ。またもう一点、後継の航空母艦については、現行シャルル・ド・ゴールの蒸気式カタパルトから電磁式カタパルトに変更される予定であり、アメリカに次ぐ中国との実用化争いも予想される。